では、スクロールスナップの縦をやっていきたいと思います。まず用意したのは、縦にセクションを5つ並べたもので、それぞれのセクションには背景色を別の色を設定してます。で、セクションそれぞれのサイズはウィンドウサイズに合わせて可変するように、VH と VW で設定してます。HTML の方は親要素にコンテンツというクラスをつけて、子要素の方にはセクションを5つ並べてる HTML です。で、CSS には、ボディと H2 にマージンパディング0を入れてリセットをしてて、全体としては親要素と子要素に高さと横幅を設定しているだけです。よ、ここから親要素コンテンツクラスにスクロールスナップタイプ Y 軸の Y マンダトリーを設定します。ここでちょっと忘れそうなんですけど、親要素にはこれプラスオーバーフローオートつけないと動きません。多分私忘れそうなんで、言っときます。ほんで、子要素には、スクロール、スナップ、アライン、センターつけます。値としてはトップ、エンド、あ、ごめんなさい、スタート、エンド、センターあります。で、これを設定するだけでもうセクションがそれぞれスナップするようになりました。めっちゃ簡単。はい。以上、スクロールスナップの縦でした。